1914年8月21日の日食は、1914年8月21日に観測された日食である。カナダ、グリーンランド、ノルウェー、スウェーデン、ロシア帝国、オスマン帝国、ペルシャ、イギリス領インドで、回帰日食が観測され、北、アメリカ東北部、ヨーロッパ全部、アジア中西部、アフリカ北東部の約半分で、部分日食が観測された。 海気体が通過した海気日食が見えた地域は、カナダの北極諸島、デンマーク領グリーンランド、ノルウェー、スウェーデン、ロシア帝国、オスマン帝国、ガージャール・アーサペルシャ、イギリス領インド北西部、フランス領サンピエール島、ミクロン島、グリーンランド、アメリカ北東部、ヨーロッパ全部、北アフリカのほとんど、西アフリカ北東部、 中部アフリカ北部、東アフリカ北部の約半分、西アジア、イギリス領インド中西部、モルディブ諸島北部、ネパールのほとんど、中国西部、ロシア帝国中西部だった。イギリスの王立協会と王立天文学会の合同観測隊は、最初にロシア帝国のキエフで、会期日食を観測する予定だったが、ロシア政府が、 イエズス会の主催出る隊員の二人の入国を拒否したため観測隊は二つに分かれもう一隊がスウェーデンのヘルネサンド市に行ったスウェーデン隊は7月28日に船でイギリスのキングストンアポンハルを出発し7月30日の朝にスウェーデンのヨーテボリに着き列車に乗り換え当日の夜に首都ストックホルムに着き8月2日に再び船に乗り8月3日に ヘルネサンドに到着した。ヘルネサンドに滞在している約3週間、ほぼ毎日朝は晴れで、その後雲が集まり、午後にはまた晴れだった。ただ8月9日と日食当日の8月21日は例外として1日中晴れで、観測は成功だった。日食後、観測隊は一番早い便でヘルネサンドからストックホルムに戻った。 それでも8月25日まで待つことになり、8月27日にストックホルムに着いた。8月28日に列車に乗り、ノルウェーのベルゲンに着き、翌日船に乗り、イギリスのニューカススルアポンタインに帰国した。第一次世界大戦がすでに勃発したため、船はドイツ帝国が北海に設置した地雷を避けなければならなかった。ケンブリッジ大学天文研究所は、 ロシア帝国クリミア半島のフェオドシアで回帰日食を観測した。また、第一次世界大戦のため、ドイツの天文学者、アーウィン・フロイントリッヒ率いるドイツ観測隊はロシアで拘束された。ウィリアム・ウォレス・キャンベル率いるアメリカ観測隊は、キエフの南で雲の影響を受け、観測が成功しなかった。ありがとうございます。